デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です11月も後半になって気温も下がってマスクをしていても蒸し暑さもなくなりましたコロナの新規感染者数も減少して 少しずつつつ制限のない日常が戻りつつありあますねしかしここで気を抜いてしまうと諸外国のように再びコロナの脅威であれこれ制限されてしまいますので注意しましょう本当にこの2年ほどはコロナの影響で多くの人が自粛生活を強いられて不自由な日々を送ったかと思います。 コロナで良かったことなんか何もあらへんなぁそう思ってしまいがちですけれども実は良かったこともあるんですよそれがデジタル生活ですコロナの影響を受けてリモート環境が推奨されて一気にデジタル環境が普及したんですよもちろん強制的に導入されている側面もあるので 賛否両論あるかとは思うんですけれどもデジタル化化すするここととでで効率化できたことも多くありますその中でも小中学校幼稚園から家庭への連絡手段としてスマホのアプリが導入されてきているのは注目したいところですよね。今まではプリントや連絡帳電話といった アナログな連絡手段が主流でしたこの学校と保護者間の連絡手段がアナログからデジタルへ移行することで保護者を悩ませていたプリント地獄から解放されるんですよそこで今回はこの連絡手段がデジタル化されることでどのように変化するのか説明しましょう。 スマホのアプリとして保護者連絡システムが導入されれば今まではメールで一斉送信されていた学校から保護者そして自治体から保護者への連絡がアプリ内で行われます。メールと変わりないように感じてしまうんですけれども重要なプリントが配布されたりすればリマインドとして通知されますので 子どもの,の出し忘れっていうのを防ぐことができま,すまた学級だよりや給食だよりなど紙で配られていたプリントが PDF でアップロードされますのでアプリから簡単に閲覧できるようになりますこれやったら外出先でも手の空いた時に閲覧できるので。 授業で必要になるもので持ってないものを家に帰る前に購入することもできるんですよ。同様に学校行事の写真などもアプリ経由で閲覧できるようになればわざわざ学校へ写真を見に行く必要もなくなります。そして検温報告や 欠席報告もアプリで行えるようになりますアラーム設定でリマインドしておけば決まった時間に検温してそのまま入力することができます体調が優れない時には学校へ電話や友達に連絡帳を預けたりすることになるんですけれどもこれをアプリで行えるのも便利ですよねさらに 学校で実施されるアンケートもアプリ経由で回答できます。これなら回答する側も集計する側も楽になるので便利ですね。連絡事項をアプリ化することで大きく変わるのが多いんです。学校の書類ではたとえサインをしていたとしても。 ハンコを押し忘れてしまうと無効になってしまう場面がめっちゃあります。このハンコが不要になるというだけでも大きな改善やと思うんですまだ全国的にアプリが導入されてるわけではないんですけれどもすでにアプリを導入してる自治体や教育委員会によれば アプリをどのように活用するかは各学校の裁量に委ねているそうですコロナ禍によって学校サイドから保護者へ確実に情報を届けなければならないという場面が増えたでしょうからデジタル化は必然になりますしかし教師から生徒へ直接伝達することができます という指導を考えればプリント配布とアプリの組み合わせで運用するのが現実的なんでしょうねデジタル教室では毎週木曜日の12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信していますウェブサイトやツイッター YouTube でもアプリやパソコンの使い方などの情報を発信していますので概要欄からアクセスしてみてくださいデジタル教室からあなたにプラスワン